メモして、はい、消化器機能低下症と出血性胃腸炎、出血性胃腸炎。元気ね、まあ、朝晩でもいいし一日一回でもいいから元気、もともとの元気がいいのは100と考えてね、まあ、動きはもう100に近いかなと思って、はい、まあ、うんち、したかしないか、今日はしてないですよね、しない、でもこれからするかもしれないかもしれない、まあ、とりあえず夕べから今朝にかけてはしてない、おしっこもなしですよね、はい、なしかマイナスとかで体重を測る、あとこの子の環境、どれぐらいの環境温度指数のところで暮らしてるのかっていうのを知りたいんで、あったかくしてますよね、あったかくしてます、基本34になってます、あ、ほんと、はい、この子がいるところの温度差が知りたいんで、はい、朝一番と昼過ぎに測れるときと、はい、夜測れるときで温度指数をちょっとこの子の近くにこういうのを置いてね、何度で何パーセントぐらいかなっていうのを記録してください、はい、記録です、一応、あ、ない、あ、あります、じゃあそれを読み取って記録してもらえるといいですね、これをちょっとしながら、それで今薬をちょっと処方しますけど、一応なんか最近ハマったことは、うん、UV ライトがあの睡眠式のやつだったのを、うん、LED のバータイムソロリウムに変えたんです、うん、バータイム、それでもさ UVB だけど A と B の混合ですよね、もう出るじゃないの、そう、あのじゃあ先にそっちの話しようかな、皆さん、日光浴は、まあ、基本しないです、しないです、出せないんで、昼間の時間帯にうちは人がいないので、自然光が、できる日だけでいいから、週末だけでもいいから、まずは1分でいいから、1分から30、慣れたら30分ぐらい日光浴した方がいいです、うん、で、この日光浴と UVB ライトの、まあ、UVB ライトはだいたい朝明るくなったらつけて、暗くなったら消すと、外と同じ感じがいいですよね、そうするとまあ10時間から12時間ぐらいじゃないですか、はい、タイマーで12時間半で、それと日光浴の30分と一緒ぐらいです、へー、わかります、だから自然の光の方が絶対いいと、だけどそこは今なしたことないから、慣れてないからさ、最初から30分はやらないで、最初は1分でちょっとやめてほしい、で日光浴すると UVB を浴びるわけですね、でこの UVB は、ね、ガラスを通さない、ガラスとかプラスチックを通さない、あ、でも絶対取り込まない、うん、そうするとこういうケースに入れて上はさ網かなみたいな感じで、そういうことじゃ出ちゃうとこあるから、はい、網、うん、網ちょっと、まあそれからこう首抜いて、首抜いて網でもいいけど、とにかく全部プラではちょっと、せっかく、わかりました、ね、あの、はい、あの解放します、はい、考えます、方法は、ね、今まで前飼ってたのが、なんだっけ、双子飼ってて、双子はいつもリードして肩とかに乗せてたんですけど、うん、この子もそのリードができるようにしたくて、あ、それはね、それも言いますね、はい、でまずちょっとこのこと言いますね、はい、で、これで UVB を上げると、ちゃんと食事をとっているのはビタミン D が摂取できるわけですね、はい、でそうすると、それにプラス UVB を上げるとビタミン D が活性型になるんですね、はい、活性型ビタミン D、そう、 でそうするとカルシウムをちゃんと取っていればカルシウムの代謝が良くなります、はい、だから条件はちゃんとカルシウムを取っていることとビタミン D を取っていることでプラス UVB を上げることです、だからまあライトで当てていればそれは大丈夫だと思うんだけど、せっかくだからできる日だけでいいから日光浴も絶対した方がいいと思います、はい、だからあと日光浴すれば殺菌作用もあるしね、あ、はい、それからあと免疫力も上がるでしょうしね、あ、はい、だから、肉って結構大事かなと思います。それから、あとは、この子は、この水は、水は、はい、ミミズ入り、これの大きいバージョンで飲んでます。温浴とかはしないですか？あんまり、ハンドリングがあんまりできてないせいで、基本ゲージに箱入りになってます。そしたらね、しつけ。なんかいろんなもの買ってますよね、こっちで。はい。はい、獣が多いですね、ゲッシがいっぱいいます、ですよね、そいつがゴールドハムスしかですね、はい、みんな一緒です、食事やるときはそのでね、はい、
ハンドフィーディングとかピンセットフィーディングとか、ハンドフィーディングで結局はハンドフィーディング、はい、で危ない子はピンセットとかスポイドフィーディング。レッシュはもう全然あの食べた、リスリ、リスはあえて別のあれにしてないんですけど、チンチラのカモも別のあれで、うん、はい、そしたら一口でいいから、これあの食事じゃなくてご褒美という感じでね、試食を一口手で食べましてほしい。でそしたら手からまず一口食べてくれたらね、そこでとにかく言葉で褒める、触る、言葉で褒める、もちろんどんな言葉でもいいです、正しく言葉で褒めてとにかく触ってあげる、それに手に慣らす、慣らす、まずこれが基本です。でこれができたら3つやってほしいんだけど、そのうちに2つを言います。名前がみんな多分ついてますよね。名前を呼んだらアイコンタクト、あ、それはしてくれます、やってます。アイコンタクトができたらそこで一口食べさせてもらう、なるほど、なるほど、はい、名前呼んで、あのサワちゃんって言って目と目を合わさん子は無理やり目と目を合わせてください。目と目を合わせたらそこですかさず食べさせて、一口で食べたら褒める、言葉で褒めて触る、次、おいで、おいで、食べ物を見せといていいから、おいでって来てくれたら一口食べさせて止める。これが基本です。でこれをね、まあ、この子もやっと自分にいけない人あげるのでやってください。はいはい、でこれがでおいでってご褒美だけで食べてくれたら、ここでまあなんかちょっと変わってなんか治療しなきゃなことがあったら治療して、終わったらもう一回一口食べさせて止める。そうするとこの治療のストレスが和らぐし、こういうことできれば、より可愛いし、はい、可愛いと思いますね。でこれがしつけのことね。だからチンチラもそれからハンドさんも一緒です、ね。はい。で薬の内容を説明します。はい、じゃあ薬の内容を説明します。長くなったらありがとうございます。